福武豊騎手4500勝達成に対する競馬ファンの反応集。差し返したね、すごいレースだった。最年長記録であり最年少記録という異様。母数定期。あと男性でたった一人。最後直線で刺されてダメかと思った差し返した。かわされたところから差し返しての勝利はタッケではあんまり見ない形な気がする。かっこよかったぜ。最後絶対負けたかと思った。馬を用意したら歴史の立ち会い人になってしまったタナパク。タナパクンホーゴドルフィンホー。足踏みせずサクッと決められてよかった。ビクトリアマイルで飾るかとも思ってたけど、さすがにその前に取るかいや。しかし、すごいなこの人。松島オーナーかわいそう。某 M 島オーナーは勝負服に関わらず絶頂しているという風潮一理ある。豊くんの勝利は通算とか関係なく全てメモリアルだからと悟りを開いてる可能性もある。朝からテンションぶち上がったわ。てか未勝利の歓声じゃなくて笑う。すごいわこの人。どこまで進化すれば気が済むんですか？武豊4500勝プラカード争奪ステークス。池添が今日関東にいるのに運命を感じる。この馬どっかで見たなぁとか思って馬柱見てたら新馬戦でコウタが乗ってたんやな。5000勝目指すの？恐怖。難しいとは本人も言ってるけど武豊なら目指すよな。一番時間かかってる区間でも年間90勝ペースなんですよ。プラカード川田は意外仲悪いとは一切思ってないけど普通にルメールとかが持つと思ってたわ。きっと裏で壮絶な利権争いがあったに違いない。こりゃ池添は近場道で川田に転がされてるかな。池添で遅れ説。モレイラもニコニコなのなんか良いな。やっぱり去年の秋天の日に怪我した後治療じゃなくて近代化改修を受けていたのでは？おめでとうございます。日本競馬界の至宝です。体は衰えてなお伸び続ける技術。長いキャリアの中いくつもあったアクシデントに負けない不屈のメンタル。豊さんだから達成できた記録だと思います。ウェットシーズンも頑張ってくれましたね。本当におめでとうございます。国民栄誉賞決まり。おめでとうございます。還暦までに5000勝いけそうですね。平均120勝以上のペースって考えるとよりヤバさがわかる。今後破られることのない記録だろうな。おめでとうございます。レジェンドファンでよかったです。でもレジェンドが辞めない限り自分も競馬辞めれないっす。最年少での JRA4500 勝おめでとうございます。改めてすごいですよね。単純に年間118勝を38年連続している計算になるんですよね。1年だけでも立派な勝利数なのに、これを38年も平均して達成しているなんて、ただただ頭が下がります。メンタルがすごい。通常ならあの落馬以降で引退しているのにそこから這い上がってきたのがすごいわ。競馬イコール武豊だわ。前人未到不滅の大記録になると思う。おめでとうございます。昼から行くので感動の瞬間に立ち会えなかったけど今日の府中はお祝いムードなんやろうな。すごいとしか言いようがない。この先破られることはない記録。飛球がこの先どれだけ続くかわからんけど、武豊を超えるジョッキーは出てこない。全盛期なんてとっくに過ぎてるはずなのにどこまでも夢を見てしまう。偉大すぎる。また、ディープインパクトのような名馬に出会える日まで続けてほしい。あと10年やってほしい。何度も衰えたと言われても結局こうなる。なんなんだこの人は。日本の公営ギャンブルが生んだ唯一無二のスーパースター。これからも一蔵でも多く騎乗する姿を見せてほしい。豊おめでとう。5000勝は今のペースだと62歳あたりか。毎年100勝以上を40年間続けないと達成できないという意味では中央競馬の騎手の極限みたいな領域よな。吉富先生みたいに勲章もらえないのかな。それにしても異次元すぎる。地方の的場文雄、中央の武豊だね。前人未到としか言いようがないな。中央でこれだけ勝てる続けられる人、これからもいないでしょう。武豊騎手が勝つと競馬が盛り上がる。武豊様、おめでとうございます。現地で勝利の瞬間に立ち会えて本当に感無量です。もし国内 G1 の完全制覇もできたら国民栄誉賞も夢ではない気がします。これからもお体にお気をつけてご活躍ください。4500勝おめでとうございます。これからも健康で夢叶うまで現役騎手を貫いてください。応援しています。それでは武豊騎手にお話を伺いたいと思います。
先ほどのレース一旦かわされたんですが差し返しましたね。そうですね、あの田辺くんが気を使ってくれたみたいで、はい、空気が読めましたね。場内の大きな拍手は聞こえましたか？そうですね、あの本当に多くの歓声と拍手で、まあ、ゴールしてもあのすごく嬉しかったですね。さあ4500勝達成しましたが、改めて今のお気持ちをお聞かせください。そうですね、あの、まあ、一つ一つの積み重ねの数字なので、まあ、これだけ長くジョッキーをやってこれたことがもうまず嬉しいですし、これまでの馬と人に感謝です。この4500勝というのは本当に大きな数字だと思うんですが、ご自身としてはどのように感じていらっしゃいますか？そうですね、もう本当目の前の一勝に、全力尽くしてきての結果で、あの、まあ、デビューした時はまさかここまで勝てるとは全く想像もしてなかったんですけど、本当に多くの方の力があってあのここまで来れたのかなと思うと感慨深い数字です。今年で38年目のシーズンを迎えていらっしゃいますが、はい、あのこの3年と比べましてもですね、また一段と活躍されているような印象があります。ご自身としてはどのように感じてますか？いや、そんなことはあの自分ではあの思ってないんですけど、もう本当にもう若手をはじめ すごいジョッキーが日本にもたくさんいて、本当に一つ勝つのも大変なんですけど、まあ、こうやってジョッキーを続けてられることがすごく幸せだなと思うので、今後も頑張っていきたいですね。今後の目標はいかがでしょうか？まあ、次の一勝が目標です。さあそして今日はこの後に G1 ビクトリアマイルも控えています。いい馬とまた巡り合いましたね。そうですね、あのすごくいいチャンスをもらったので、頑張りたいと思います。そしてこの後オークスダービーと続きます。ダービーでもまた武さんゆかりの馬とのコンビです。そうですね、楽しみなレースと馬が待ってるんですけど、まあ、ここにいるみんなも本当に実力のあるジョッキーばっかりなので、なかなか簡単には勝たせてもらえないですけど、みんなでいい競馬していけたらいいなと思います。まあ、そうおっしゃいますが、もうダービーすでに6勝を挙げていらっしゃいます。いや、まだ足りないですねそれではファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、あの本当に今日は、祝福していただき本当にありがとうございます。あの今後も頑張っていきますので、応援してください。ありがとうございました。5番イグニス、4番手そのうち4番タンゴバイラリン。さあ600を切って4コーナーカーブ、これから直線に出ていきます。先頭14番アメリカンランナー、並んで16番ウェットシーズン、前2頭並んでいる。3番手は13番リターンエース。さあ残り 400m 坂を上がっていく。さあ外へと切り替えていって4番タンゴバイラリンが現在3番手、前は16番ウェットシーズン出たか、内は14番アメリカンランナー2番手、外は4番タンゴバイラリンがじわりじわりと3番手から2番手前を捉える勢いか。16番ウェットシーズンを14番タンゴバイラリンが捉えて先頭に変わった。16番ウェットシーズンまた伸びる、2頭並んだ。ウェットシーズンタンゴバイラリンウェットシーズン並んで合流。3着は14番のアメリカンランナー、わずかに武豊か。16番ウェットシーズン盛り返してのゴールに見えます。 JRA 通算4500勝なったかどうか。武豊16番ウェットシーズン